準決勝第2試合次郎バーサスソルさんの、まあ、いつもの光景ですね。とりあえずソルちゃんはジャーパイを打って巡回しながら気があったら突っ込むぞと。これまさにここで起きてゴルカを最大限警戒させて、そして逆に痛くなしばらやばれカウンターから4プレー受け身からに行くが、おっとここは連携バーストカードできるぜ。ライオットライオットジャンピングのラコマンのミス。さあここでゴルカ1回のチグラウン一回に対しても足場内が噛み合ってここでマークオン。まず一本接触コンちゃん ES カウンターからの1回マークオン。グラブ取ってさあ次落としてゆっくりいった出せよねマークオン。ジャンプピーカーの高田がここはちゃんと暴れる。ナイオットバックに刺さってうわーやったどうしてだこれ。ちょっとね遠がない。しかしここは6回からの地上コンボピーカー当ててこれは死ぬか2番手のリーダーあーデッドアングル読んでないやろ今絶対これでいけアイドルコールが無敵でアップに対してだったがここは安い。ここは出せたんだなワンコン逆回しの次サングリーバーディスがスタートするこのドローからあーあと前線に向きを噛み合ってサンクリサンクリしない4で言うそしてバーストも使って最後ライオットパウンターさっきのアスコルダー